パリ五輪終盤を盛り上げが一週間を経過してもなお、話題を集めている。焦点となっているのはスポーツクライミング複合女子の決勝で、盛り合い、盛り合い、が第一課題最初のホールドが高すぎて届かず0点に終わったこと。154センチの森は第一課題で何度も助走をつけて、壁を駆け上ったがホールドに届かず落下を繰り返した。結局制限時間中に登ることができず0点だった。 ボルダーで7位となったものの、得意のリードで出た選手を圧倒。間もなく関東を望める位置まで到達し、96、1点と伸ばしたが、惜しくもメダルに届かず4位だった。日本のネット上では、これで盛り合がメダルもらえないのに不尽すぎて納得できない、競技ボルダーとリードで分けて、出た、森いじめ、泣きそうになったなど非難の声が殺到。 海外ファンの間からも X 上で主催者やルートセッターに対して猛クレームをつけるなど、大荒れとなった。そんな中、これまで複数競技の取材経験を持ち、五輪選手にもスポットを当ててきたスポーツライターの小林晋也氏は17日朝の情報番組、ブッド、モーニング、テレビ朝日系列にコメント出演。同番組で五輪の話題を振り返る中、 スポーツクライミングの設定問題に関して言及した。森がスタートを切れずに得点の機会を逸したことに関して小林氏は、コースセッティングは適切だったのかと疑問を投げかけた。今回154センチの森に対し、第1課題で手が届かないところにホールドが設定されていたことが注目されている。ルートセッターも入念な準備は行っていたという指摘もあるが、五輪で競技が行われるということは、 多くの人々の目に触れることでその後の競技普及につながり競技人口の拡大